FM93AM1242 日本放送ソードアートオンエア。こんばんは、松岡一作です。こんばんは、アシスタントの日本放送アナウンサー吉田久典です。今週2回目の放送、はいね、でだんだん夏が近づいてきて、はい、松岡君はスタジオに入るときにこう静観シートとか持ってくるよ。本当ですよ、もう暑くてたまんないんですよ。もう暑いの苦手ですもんね、はい。だけど今年はね、ソードアートオンエアがこの時間にやってますけど、はい、ソードアートオンラインシリーズ自体が来月から最新作の放送スタート、夏の作品ということになりましたね。そうですね、ね、ということでアニメソードアートオンラインシリーズで主人公キリトを演じる松岡くんをメインパーソナリティに迎えて、普段は毎週火曜日の夜9時20分からお送りしているこの番組でございます、はいはい。で、日本放送で来週火曜の夜はスペシャル番組なんで、今回だけ土曜日のこの時間にお送りしていきます。なので初めて聞いてくださる方、はい、一応気をしっかり持ってください。アニメの番組です。そうです、ソードアートオンラインのやつですそうなんですけど、あれって思ってもそのまま言ってください、はい、よろしいでしょうか。で、番組宛てにですね、年齢が書いてないんですけど、なんか明らかに、まあ、学生の方だろうなという、はい、メールをいただいてまして、ラジオネームはやとさんでいいですかね、はい、ありがとうございます、はい。こうやって憧れの松岡さんにメールを出すというのは僕の中で心がドキドキしています。あら、原文ままです、はい。ソードアートオンラインは第1期から見ていますが、7月から放送が始まる最終章の PV、もうね、こう予告編みたいなものが今公開されてますからね、はい、PV を見て泣いてしまいました。あらら、今までとは違うところもあり、とてもワクワクしています、はい。松岡さんは僕の好きな声優ナンバー3です。いや、好きではいるんだと思うんですよ、間違いなく。分かってますね、この方はもう。そうですね、すごいこうまっすぐに向き合ってくれてるんだと思うんですけど、嘘偽りがない感じがしますね、これはもう一応トマツさんとか茅野さんとかだったりするんでしょうね、で、まあ一応松岡さん、好きな声優ナンバー3としてはいや、そうですよ、1位なんてもう緊張しちゃいますから、もうおこがましいです、僕が1位なんて。いい順位をいただきましたと。いや、いい順位ですもん。 AKB の選挙の言いようですよ、それまあでもね、こうなんて言うんでしょう、作品自体はもう楽しみで涙が出てくるぐらい楽しみにしてくれるわけですからこの新シリーズで1位を目指しましょうよ次の新シリーズで。やばい、めっちゃつぼに入っちゃうこれシンプルに面白かったですねじゃあ続いてこちらは、あ、こういう方もいるんですね。ラジオネームゴロンさんからいただきました。ありがとうございます。僕はこのコロナ休校中に、はい、学校がね、確かにお休みになってたところ多いですもんね、はい、初めてソードアートオンラインシリーズを見ました。 ありがとうございます。そしていろいろ調べているうちに、はい、このソードアートオンエアというラジオ番組があることを知ってメールを送ってみました。はい。自分は彼女いない歴イコール年齢という全くモテる気配すらない男なので、アニメの中でキリトがいろんな女の子に囲まれているという状況が羨ましくてたまりません。はい。アスナという女性がいるというのに、あの女たらしめと思うこともありますで、何が言いたいかと言いますと、とにかく僕もモテたいですものだね、すごいですね、もう直球ですね、はい、うん、直球ですね、ね、なるほど。いや、でも注意深く見るとソードアートオンラインはモテ詰まってますよ。いや、そうですね、キリトはモテない行動しないですから ね、 まあでもアスナしか眼中いないですから。そうなんですよ、大丈夫ですよ、そこはそこも含めてですよ、浮気しない男ですから。そう、まあ旗から見ると浮気してるように見えるかもしれないですけど、ちゃんとアスナが一番大事ですから。ラッキーなだけですからね、ええ、うん、好かれてるだけですから、ええ、ボディに、ええ、そうですよ、ぜひオーディナルスケール見てください。あ、そうですね、ええ、であと
もう一つ今思ったんですけど、これに対してモテたいですに対して2人とも特に有用なアドバイスもできなかったという、モテたいですってこうした方がモテるよって言えないじゃないですか。あ、なんかありますか。いやでもキリトは正しいと思うんですよ。あ、なんかこうみんなに声かけてる感のある人がモテるかというとそれないんじゃないですか。そうです ね。キリトも言うてみれば一番最初口下手なでシャイな男の子でしたから、うん、ね、でも、うん、そうですね、まあ、キリトは結果的にその自分の行動が人を引きつけたっていうことになるんですかね。そうでしょうね、ええ、うん、本当にみんなが諦めるところで諦めないですしね、ええ、うん、あ、だからほら諦めてないじゃないですか、ええ、僕もモテたいです、ええ、もうそのつもり、その気持ちを捨てずに、ええ、あと多分キリトは女性を若干女性扱いしないのがまたいいんじゃないですか。ああ、友達としてクールと、ええ、あのフラットに接してますよ、ええ、うん、ええ、だそこから始まる恋みたいな、でもそうするとモテたいと思ってる人は女性にフラットに触れるの無理でしょうね。まずはお友達から今喋ってて分かったんですけど、頑張って有益なアドバイスしようとして若干やはりずれていくんですよね我々まあ、男性2人でやってるラジオですから、はい、アニメの感想とか質問などもちろん、松岡君へのですね、好きな声優ナンバー3ですみたいなメッセージとかすべてメールでお待ちしております。番組のメールアドレスお願いします。はい、メールアドレスは sao@1242.com sao@1242.com sao はソードアートオンエアの略、1242は日本放送の AM の周波数です。あなたからのメール待ってます。はい、またこの番組のツイッターのハッシュタグはシャープハッシュタグ sao ラジオです。これをつけてぜひ放送中につぶやいてください。FM93 AM1242 日本放送ソードアートオンエア。ソードアートオンエア、この時間はアニプレックスがお送りします。松岡義嗣です。吉田久典です。 FM93 AM1242 日本放送ソードアートオンエア。自分これで飯が食えます。車のクランクシャフトで飯が食えるというですね、ハヤト君のお気に入り声優第3位の松岡君のようにですね、はい、あなたがこれを見るだけでよだれが出る、この話をおかずにしたら何倍でも飯が食えるというものを教えてもらっているこのコーナーです。はい、はい、で今回もかなり深めのマニアの方からメール届いてるんですが、いいですね、どんどん行きましょう。行きましょうか。まずはラジオネームリュウ君からいただきました。ありがとうございます。僕が白飯3杯いけるものは、はい、自分の好きな歌手が歌っている歌詞に含まれるラ行を聞き分けることです。来ましたね。今特に好きなラ行は飛鳥さんのレジスターのラ行です。ただこの趣味はあまりにも特殊すぎて全く周りから理解されません。レジスターのラギオ、あ、でも飛鳥さん、あ、確かに飛鳥さん、いやでもやっぱ歌手の方ってこう、ええ、その独特の発声方法があるじゃないですか。まあ、発声はちゃんとしてるんですけど、ええ、こう自分なりの、まあ、人それぞれ声が違うようにっていうのもありますけど、ええ、でも味はありますよね。僕もええ、アナウンサーなんで、ええ、人の滑舌とか、ええ、やっぱり若干気になる、ああ、時があるわけですよ。ええ、こうね、総理大臣の含めたのこう自粛のやつを解除の会見、はい、内容はともかくとして、ええ、滑舌がもうめちゃくちゃ気になってて、サプライチェーンっていう風に言わなきゃいけないところはサバエチェーンって言って、サバエで言って、サバエで何があった？サバエでと思いながらも聞いてたりするんで、この人によって、ええ、言葉がずれるのは確かにあるんですよ。で、歌手も例えばこう友達ですけど森山直太朗くんとかいるじゃないですか。彼桜ってめちゃめちゃ言うんですよね、はい、あれよく聞いてるとサキュラって言ってんですよ、あの人。あ、サキュラって言ってるんですか。サキュラ家業が、あの人はキャキキュキャキュに変わりがちなんです、はい、あーサキュラって感じするでしょ、あ、歌ってる時、はい、ああいう感じが各歌手の方に
あるっていうのは僕は理解できます。なるほど、ああ確かに、うん、多分そういうことなんだと思うんですけどね。自分もなんか俺っていうセリフを惚れってなんか言ってる時があるみたいで、惚れはみたいな、あ言ってるかもしれない、ええっていうところがあって、よくそれ直されますね。あのアフレコ中には、アフレコ中に、あそうかって言って、あのね、尾がね、方になってるってあすいませんすいません、なんか出ちゃうんですよねって。まあそれがキャラクターになってるあの作品もありますからね、よくね。そうそう、ええ、ね、ギャグ系だったらそれでいけるんですよ。ああ確かに、ええ、うん、これはみたいな感じになるんですよ。なんでよし行くぞみたいになるんですけどいやでもこれね、どうなんですか、え、まだあるの、え、ちょっと似てる趣味の方がいるんで判断する前にちょっともう一個、あら、こちらはラジオネーム一夏さん、20歳の女性の方からいただきました、はい、私の偏愛しているものは人が息を吸う音です。息を吸う音、特に歌の息継ぎの音が好きなので、定額音楽配信サイトで息継ぎだけに注目して好みの息継ぎを漁ったりしています、ゆっくり吸う音より鋭く早く吸う音が好きなのですが、このタイプの息継ぎはそもそも音源から切られていることが多いので難易度が高いです、で声優さんの息継ぎはキャラクターの声に合わせて音の高さが変わる人、スピードが変わる人などなど、息継ぎでも個性がある方が多く、特徴的でとても面白いので大好きです。なるほど、息継ぎ、ああでも息継ぎをそういう風に思ってくださる方もいるってことですね。僕結構自分が出てるあの作品とか見てると、結構僕息吸うのが結構でかいなって感じる時あるんですよ、うんうん、ね、でもそれはなんかその、まあ、その時の感情であったり流れであったりっていう、こう僕必要な分しか吸わないんですよ。お、今ちょっと感心そうになったんだけど、ね、そうじゃ、そりゃそうじゃないって今ちょっと思ったんですよね、ね、ね、でもたまになんか余っちゃったりする時が、あ、吐くか吸うかでちょっと迷う時があるんですよ。わかるわかるわかる、ごめんなさい、職業的に分かっちゃうんですこれ、はあ、っていうのがあって、だから僕結構叫んでるシーンとかだとっていう声がすごい入ってるんですよ僕。それが個人的にめちゃめちゃ気になってしまっていて、それがリアリティにつながってるというか、いうところもあるんじゃないですか、だからなんか本当なんか使えない息継ぎ音だったらなんかカットするみたいな話を聞いたことがあったんですけど、あ、そのなんか死に間見たくなってるみたいな、あの間が意味のない間になってる場合はってことですよね、うん、なんだ、あ、そっか、こう考えるといいのかな。でもこれは音楽ですからね。でもそこに注目してアニメ見てくれてる方もきっといるんですよ、と考えると、これはあの声優さんたちのこだわりがちゃんと受け止めてくれてる人たちがいるという意味で、ああ結構幸せなことなのではないかと思うんですけど、ね、分かりました。ということでこの2人の趣味を合わせてご判断いただきましょう、はい、最高星3つで判定してください。はい、星3つです。今貯めてる間は松岡くんは息継ぎをしませんでしたブレスない方がいいなっていう時ですよね、はい、あ、来るなって分かっちゃうんで、そう、 ありますね、来るなって分かるか分からないか、はい、むしろでも来るなって思わせたいから息継ぎしてから、はい、優勝者はみたいなのやりますけど ね、 いいですよね、もう本当に息継ぎのこだわりは正直、僕もちょっとありますね、うん、いい話、ちょっとこれ嬉しかったですね、むしろねじゃあまた全然別の、はい、いただきました、ラジオネーム葵さんです。ありがとうございます。私のこれ飯はズバリ赤ちゃんの襟足です。襟あの後ろの髪の毛のことですね。ああ、襟足、あ、なるほど、私は保育士をやっているんですが、はい、専門家ですね。長年この仕事をやってて気づいたんです。0歳から1歳の子供の髪が伸び始めてきた時期の襟足は
個人差はあると思いますが、私が見てきた限りみんな綺麗に揃ってるんです。おあのまだハサミを入れていないのに綺麗な揃い具合はまさに天然物首の絶対領域ともいえるそのフォルムが可愛くて可愛くて、後ろ姿を見るたびかじりたくなってしまいます。また綺麗につむじから渦巻きが見えるとなおのことそそられ、仕事の合間のちょっとした癒しとなっています。こんな先生でごめんなさい、かっこ笑い。すいません、ちょっと後半僕グルメ番組のつもりでした。襟足、でもこれはなんか僕分かりますよ。お僕 うなじが好きです。あ、赤ちゃんの、いや人全般の、女性の、女性のね、ええ、うん、ちょっと違うんじゃないかな意味合い。あ、違います。女性のうなじが好きなのと、ええ、襟足、赤ちゃんの襟足が揃ってるのは多分ね、だいぶそのなんていうんですかね、最終的に女の子と仲良くしたい気持ちの表れが女性のうなじを好きな気持ちになってんじゃないかと思うんですよ。あ、それに対して赤ちゃんと仲良くするかどうかともかく、もっと包み込むような愛で、お葵さんは赤ちゃんのこれが美しい、襟足が美しい。なるほど、生まれ入れた、そうそうそう、そのままの人間が、そう、生命の神秘みたいな。そっか、自分のように生態が好きな人間とは違うんですね。生態っていうのはその生活様式というか、あれ、いや、まあ、あの成長した大人、成長した、あ、生態ね、はい、なった体と書いて、はい、生態ね、はい、あ、そうですね、大きな意味では一緒ですけど、最終的なところはちょっとこうちょっと違う気もしますが、ただ、まあ、でもなんか、なんかなんて言ったらいいですか、優しく見てくれそうですよね。あ、大切な食材を扱う手つきで、あのこんな細かいところまで見ているってことですからね、ええ、この葵さんがきっといい保育士さんなんだろうなっていうのはこれは感じられる、はい、とこではありますね、ええ、いや、いい先生だと思いますよ、うん、じゃあってことはこれはおかず、おかずって言っていいのこれ赤ちゃんの遺伝子見ながらでも白飯がいけるかどうかですからね、ええ、このおかずをじゃあ星三つに松岡さん判定していただきましょう。はい、星2つです。純粋さは伝わってきた。そうです、ただ同じラインではなかったということが判明してしまったので、ちょっと受け止めきれなかったこちらの問題かもしれないですね、はい、これもで僕もなんか赤ちゃんのなんかすれ違ったうなじ見たらかじりたくなるんですみたいな感じだったらやばいかもしれないですけど今のはもう完全に、はい、やばいやつでした、はい、ということで、はい、このコーナーではあなたがそれを置かずに飯が食えるほど偏愛しているものと、それに対するあふれんばかりの愛を込めたメールをお待ちしております。番組のメールアドレスは、メールアドレスは sao@1242.com sao@1242.com、 件名にカタカナでこれ飯と書いて送ってください。待ってます。 FM93AM1242 日本放送、ソードアートオンエア。ソードアートオンエア、この時間はアニプレックスがお送りしました。松岡義嗣です。吉田尚紀です。 FM93AM1242 日本放送、ソードアートオンエア。それでは今回も最後にこのコーナーをお送りしましょう。今週のソードアートオンライン。今週2回目のソードアートオンラインの話ですね。あ、そうですね。ということで、松岡くんが主人公キリトを演じるアニメソードアートオンラインの最新情報をお届けしていくこのコーナー、はい、アニメ最新作アリシデーションオーブアンダーワールドの最終章はいよいよ来月7月から放送スタートです。その最新作の放送開始に向けて、去年放送されたウォーブアンダーワールドのファーストクール全12話が東京 MX、BS11、群馬テレビ、栃木テレビ、MBS、テレビ愛知、そしてアベマ TV で再放送されてます、はい、さらにアベマビデオでは今月30日までソードアートオンラインシリーズを無料配信中なんですが、はい、ここでメールを
いただきました。ラジオネーム自称神さんからいただきました。ありがとうございます。外出自粛で時間を持て余していた時期、アニメを見るにも1日で1クール全部見るような生活をしていました。はあ、4、5時間は見てますからね、ええ、そこで作品として放送期間が長い SAO を見つけ、面白そうと見たところ、はい、どっぷりハマってしまい、ありがとうございます。4日でアニメ全シリーズと映画をほぼノンストップで見てしまいました。はい、で僕はキリトの剣の中ではダークリパルサーが好きです。あー、ダークリパルサーですね、ダークなのに緑のやつですね。まあまあまあ、その辺のなんですか、はい、あのいい意味での中二心をくすぐってくれるのは SAO の気持ちいいとこだと思いますからね、ということで、あのこれ多分新作今一番楽しみな人になってるんじゃないですか。あ、そうですね、ここまで見たということはね、はい、さあそして SAO ファン必読のとっておきの情報が詰まった特別増刊号ソードアートオンライン10周年記念スペシャルが好評発売中です。で、はい、こちらのですね、本では著者川原歴さんと原作イラストレーターの阿部さんによる記念対談を収録しています。で、特別付録はランジェリー姿のアスナが眩しいタペストリーです。あ、ランジェリーってことは裏地も確実に、裏地、あ、うなじ、あ、うなじ、うなじ、ごめんなさい、ごめんなさい、ランジェリーの裏地まで書いてあったらちょっとちょっとね、あのこう本屋さんで売るのにもうってなる感じになりそうですけど、はい、ということで以上今週のソードアートオンライン最新情報でした。松岡義継が本来であれば毎週火曜日の夜9時20分からお送りしているソードアートオンエア、本来であればねイレギュラーで土曜日にお送りしている今回ももうエンディングということなんですけども、いやー世の中広いです ね。で今日ね、あの聞いた方はそうか、あの好きな声優ナンバー3に選ばれるほどの お忙しい声優さんがやってくれてるんだっていうふうに、あの元方もしよかったら火曜日の方も聞いていただきたいと思うんですが、はい、こんなえん、これ先に御年からお読みしてもよろしいですか。横浜市戸塚区のラジオネーム、はい、太陽ホエールズファンさん、古いですねラジオネームが、57歳の方からメールいただきました。ああ、なんかすいません恐縮です、しかも初メールでいただきました。 ありがとうございます。仕事の都合で毎回は聞けないんですが、はい、聞けるときは大変楽しく聞かせていただいています。はい、アニメ SAO の番組だと思って聞いていたんですが、関係者がゲストで来ている時以外はほぼ SAO の話はしないんですね。すいません、なんかすいません、本当にすいません、でも車好きなので全然 OK です。ところで以前紹介されていたメールにあった SAO 登場キャラの愛車を妄想してみる件ですが、はい、アスナの車はアクセラよりはアテンザの方がいいと思います。あ、そうなんですよ、僕あれ後で考えてみたらそうだな、後で考えたの、いや考えたんですよ。あれ俺アクセラってどっちだって思ってるって、アクセラとアテンザってなんかちょっと似てるんですよね。ただアテンザの方があのもうちょっとでかいんですよ、フォードはセダンで、だからアテンザの方がこれは僕もいいと思います。アテンザの赤だったらもっと定番の良さみたいなのが出てくるって感じですかね、なんかあアテンザの赤はアスナにちょっとすごい乗ってほしいなっていう、それで迎えに来てほしいです。車業界にもいろんな思想の違いがあるんだなっていうのを僕は今ファッと感じたんですけど、いいですよね SAO を見た上で、はい、あのラジオの話題にも正面から乗っかってきてくれる57歳の方、いやもう本当にありがとうございます。強い心強いですね、はい、ということであの幅広い世代にお聴きいただきたいこの番組、はい、まあ、もう一度今回のも聞きたいと思ってくださった方は地上波放送から1週間以内ならラジコというアプリでもう一度放送を聞くことができます、はい、だから今日の放送もですし、これ今土曜日に聞いてくれてたら来週の火曜までは今週の放送も聞けますからね、はい、1回前の SAO ラジオ聞けますんで、ラジコというアプリ使ってみてください。でまた、今回は来週火曜日の夜10時以降にこの番組のこの回は更新ということになっております、はい、アニメ SAO 公式サイトでこの番組のディレクターズカットしないバージョンを聞くことができるので、ぜひそちらもお願いいたします。でひっそりブログもやってますからね、そちらもチェックしてください。お願いします。で次回は6月の9日じゃなくてその次です。その次、6月の16日になりますか、6月の16日に、はい、また
再来週ですね、夜9時20分からお送りしますので、はい、今日初めて聞いてくださった方もよかったらお付き合いくださいませ。はい、それではお願いします。今回はこの辺で、また再来週。